こんにちは、即家塾のコボです。今回はね、えー、やっぱり今までもたびたび起きていたんですけども、改めてね、えー、まあ、その、お悔やみを申し上げたいと思います。東京都で50代の女性と80代の男性が、あその新型コロナウイルスで亡くなったんですよね。それについて、小池都知事が、まあ、声を出されているわけなんですけども、うん、まあでもね、私に言わせると、東京の、うん、自治がうまくいってない。しかも今、新型コロナウイルスに最も、 警戒して神経を尖らせないといけない時にこういうことが起きてしまったっていうのはねあのまあ小池都知事のせいだとはね言えにくいんですけどもいろんなことが重なってますからまあけどねやっぱり私としてはちょっと小池さんはちんたらしてるんじゃないかと思いますよね。うんこううインタビューでね、どのよににしたら確実に命を守れるか改めてて考えていきたい って言いますけども、うん、考えるのはいいですけども、もうね、考える時じゃなくて、行動する時なんじゃないかなと思うんですよ。緊急事態宣言なんてね、やってますけども、もう特にもう信頼を失っちゃって、都民なんてもう勝手にやるわけですよ、もう気にせずに。それ今までの小池都知事の東京都内における統治が、やっぱり失敗したってことだと思うんですよ。大した保障もなく、ダラダラとしたね、記者会見をして、毎日テレビに出て、 まあ、危機感のあるのかないのかわかんないようなことをね、やってるわけですよ。まあ、それについては、ちょっとパフォーマンスがついたんじゃないかなと思いますよね。こうして一日一日、失われていく命、脅かされる命があるってことを、やっぱりね、私は、あもっとね、えー、感じてほしいな、と思うんですけども、まあでもね、やっぱり、小池都知事って言っても、1000万人以上の都民全員の命を守れるかって言ったら、なかなか難しいと思うんで、攻めすぎるのも、まあ、良くないかなと思うんですけども、ただ私の言えることは、 都災の発行で救える命はあったんじゃないかなってことと、うん、医療体制の、それか拡充ってのは、もっともっと前からできたはずなのに、それをしなかったんじゃないかなと思うんですよ。これについてはね、はっきりとした言及がなかった。そして医療非常事態宣言とかね、そういうことを医師会の方から、うん、提言されるなんて、これはっきり言って恥ですよ。政治家として、うん、都知事としてね、そういうふうな、 独自での非常事態宣言をそういうところから出されるなんてのは本当恥だと思いますようん。本当に私はね、素直な気持ちで小池都知事にはちょっと荷が重いんじゃないかなと思っております。まあただ、だからといってね、じゃあ代わりにもっともっとね、できる人がいるのか、パーフェクトにできる人がいるのかってことはそれはわかりません。いないかもしれません。誰でも無理なのかもしれないですけども、この難しい状況でね。えー、ただ今この瞬間うん、その党を預かるものとしてね、あまりにもこの発言では、うんまあご遺族の 胸には届かないんじゃないかなというふうな気はするんですけどもね。まあでも立場的に何もかも万能ではないですかね、都知事もね。えー、苦しいところありますけども、うん、ある意味、都民を守るために国に立ち向かっていただいたという面もあるんでしょうけども、どうでしょうかね。まあ、ちょっと危機感が足らなすぎたところは足らなすぎるんですよ。このお亡くなりになった方と、また別の問題でね、東京都の現状を考えたときに、もう完全にね、 小池さんは、信頼を失って、都民から見放されていて、まあ、どんなね、要請が出ようと、どんな罰則を設けようと、もう、最初にね、夜の街を敵視して、飲食店を敵視して、悪者を若者に押し付けたりとかね、なんか、めちゃくちゃなことをやってきたんではないかなと思うんですよね。そして、五つの子だとかね、東京アラートは何だったんだとかね、もう、なんか、その時のノリで、あれこれ、あれこれと、ほんとまさにね、 勘でやってるんじゃないかなと思うぐらいですよね。だからそういうふうに思わせるところが信頼を失ってるってことこだというふうに、都民でもない私は遠くから思うわけなんですけどもね、うん。まあ東京都の統治はかなり難しいと思いますけども、うん、でも進んでやってるわけですからね。そして360万人上の方に支持されてるわけなんで、えー、やっぱりね、えー、しっかりと努めてほしいなと思いますよね。うん、いや、これだったらやっぱりね、山本太郎さんだったらどうしたんだろうって私日々思いますよ。山本太郎さんだったら少なくとも、 このカメラの前で、こういうことは言わなかったんじゃないかなと。うんまあね、もうたられ場で、あれなんですけども、ちょっと悔しいですね、これは。東京都知事選で、この小池都知事が続投してしまったことは、もしかしたら東京都民には不幸なことだったんじゃないかなと思わざるを得ません。皆さんはどのようにお感じでしょうか。それでは、失礼します。